クニュールバルトは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州シュバルムエーダー軍に属す、マ村ソンである。クニュールバルトは、カッセルの南、エフツェ川とバイゼ川との間のクニュール山地内に、位置している。クニュールバルトは、北は、マールスフェルト、東は、モルシェン、アルハイム、ルートビヒスワウ、南は、ノイエンシュタインと、シュバルツェンボルン、西は、ホムベルクと境を接する。 自治体のクニュルバルトは以下の16の地区からなる。現在の自治体クニュルバルトは、ヘッセンの地域再編に伴い、2段階で形成された。1971年12月31日に、アッテンフェルト、エリングスハウゼン、ヘルゲッツフェルト、オーバーバイスハイム、レディングスハウゼン、レムスフェルト、シェルバッハ、フェルカースハイン、バレンシュタインが自由意思に基づき合併し、 新たな自治体クニュルバルトが誕生した。1974年1月1日に州法に、従って、ベルンツハウゼン、ニーダーバイスハイム、レングスハウゼンが、すでに形成されていたクニュルバルトに合併した。こうして、ヘッセン州で最も広い町村の一つが、形成されたのである。クニュルバルトの町議会は、23議席からなる。クニュルバルト洋法博物館。 ありがとうございます。